君が大人になってくその季節がはじめまして、リズムセブンアカデミーボイストレーナーのリュウです。これからですね、カラオケなどで、歌を上手に歌えるコツなんかをですね、紹介していきたいと思います。それでですね、この鼻歌でちょっとイメージがついてきたな、感覚が分かってきたなと思ったら、今度は実際に歌ってみましょう。歌う時はちっちゃな声で大丈夫です。君が僕の現れた日から、これぐらいの音量でいいので、ちっちゃい声でまずは練習してみてください。君が大人になってく、君が大人になってく、この「な」に行った瞬間にちょっと喉の力抜いてみると出しやすくなります。まずはちっちゃい声で練習してみましょう。それで慣れてきたらどんどん声を大きくしていきます。君が大人になってく、このなってくっていうところが難しいんですが、こちら最初は、できなくても全然構わないので、君が大人になってく、まずはこの練習から